お前たちはアホか。何のつもりかは知らんが、のこのこと乗り込んで。おお、OK。Yeah, I'm not reading the dialogue. I'm listening to the voice actor. Sounds familiar. 挙句の果てにあんな場所で悠長に相談事をするとはな。Anyway. すみません。確かに少々。で、What? で、とは？アルカンシェルがどうとか口走っていただろう。それと、お前たちがヘイユエを訪れたことに何の関係があるか。Yeah, I wanna punch you. 洗いざらい話せと言っている。Why? おいおい、いきなり何言ってんだ。Yeah. 唐突に現れた割には。ずうずうしいのはどちらだ。我々一家は一月以上前からヘイユエをマークしている。いきなり何の断りもなく割って入ったのはお前たちだぞ。Yeah, we're investigating another possible crime here, so shut up.Dudley? そうなんですか。もしかして、一家、その名前を知っていたか。とにかく、知っていることを包み隠さず話してもらう。従わなかった場合、こちらの捜査妨害を行ったとして、セルゲイさんに厳重抗議する。I wanna punch this guy. ただし、あくまで支援課で受けた話です。他言は無用にお願いしますよ。それは私が判断する。いいから話せ。How the hell can he order us? Does he outrank us? なるほどな。Him and Lloyd are both detectives, so what the hell? 手がかりがないと思ったが、ようやく尻尾を出したというわけか。Tip their hand. それは。そうだ。ルバーチェに対抗するため、ヘイユエが切り札として雇ったという、凄腕の刺客にして暗殺者。ある筋から情報を入手して以来、我々一家はヘイユエを監視してきた。So who sent that anonymous tip? だが、まさかお前たちのような子犬どもに首を言ってくれるじゃねえか。ですが、どうしてヘイユエだけ監視を？ルバーチェの方は放置しているようですが。何を言っている。ルバーチェについても大体の動きは把握しているぞ。旧市街の一件や軍用犬の使用、お前たちが関わった一連の事件もある程度のことは事前に掴んでいた。 And yet you did nothing. だったらどうして。あの程度で動いていてはキリがないというだけだ。殺人が起こったわけでもなし、ただの小さないざこざに過ぎん。 Yeah, andThat obnoxious attitude of yours is why the CPD is not very well received. Yeah, I think in Hajimari, Dudley will meet Machias. And I really hope Machias gives this guy a punch in the face. どうして他の重要案件を後回しにして限り…そうは言っても…我々捜査一課はお前たちのようなボンクラとは違う。And he's so arrogant. この正義が守りきれない街で、一定以上の秩序を保ち続けること、殺人などの重犯罪を抑止し、犯罪組織や外国の情報機関から可能な限り人と社会を守ること。 Bottom line, we don't care. We have our own assignments. その苦労がお前たちに分かるのか。やはりそうなんですね。クロスベルの平和と繁栄は。ルバーチが帝国派議員と結びついている話は有名だが、あのヘイユエにしたところで共和国派議員と関係を深めている。その時点で直接手を出すのはどちらも不可能になってしまう。それだけではない。スパイを取り締まれる法律がないから、外国の諜報員なども入りたい放題だ。そんな、信じられません。Why the hell do you don't have any anti-espionage laws? なんつうか、末期状態かもしれねえな。だが、そんな絶望的な状況でも、すべての案件の危険度を査定し、たとえ根本的に解決できなくても、因の問題もその一環に過ぎん。アルカンシェルの一件については、情報提供に感謝する。あとは一家が引き継ぐから。おいおい、なんでそうなる。Yeah. どうやら状況を判断する限り、因が実在するのは確かだろう。
兵ゆえの動向にも気を配りつつ、そんな真似がお前たちにできるのか？人手がなければ難しいかもしれませんね。 Yeah, and if Dudley Do-Right fails, officially, this request was presented to the SSS. Please tell me again. アルカンシェルへの連絡だけはせめてお前たちに任せてやる。 Yeah, I want to punch you, you know. 脅迫事件の対策が捜査一課に引き継がれることをきちんと説明しておけよ。 Shut up.Yeah, I was expecting the car to blow up, you know. Damn! くそ、言うだけ言ってとっとと行きやがったな。しかも専用車でというのが、kind of like peace in, peace out. でも、彼の実際、こちらで処理できる範疇を、リーシャとイリアさんには、事情を説明して謝るしかないな。ええ。仕方。ちょっと待って。ロイド、あなたがそんなことを言うの？壁を乗り越えるって、みんなでなら乗り越えられるって言ってくれたじゃない。Yeah. And I hate Dudley, so let's beat him. なのにどうして？エリー。おいおい、どうしたんだ？ Yeah, why though? お嬢だって、さっきは警察本部に任せるべきだって言ってただろうが。そう、エリーさん。その、俺だって悔しいし、なんとかしたいと思ってるさ。エリーがそう言うなら、なんとか別の手を考えて。うん、ごめんなさい。ちょっと疲れているみたい。エリー。ま、今日はいろいろと、厄介な連中とばかり顔を合わせたからな。Yeah, Rivash, Hayley, and Dudley. アルカンシェルに行ってイリアさんたちに報告したら。そうですね。そうだな、エリー。ええ、それじゃあアルカンシェルに行きましょう。 Alright. So I guess we're just going、deep into the story here. So let's save first and let's continue on to the theater. Entertainment District. Oh, cutscene. あれ？What's this? Oh, Ellie, お嬢さん。I think this is Mayor McDowell. Hello. おじい様。え？エリーさんのおじい様。なかなか会えないが、元気でやっているようだね。仕事の方は頑張っているのかな？はい。まだまだ新人なので、マクダエル家の名に恥じぬよう。精一杯頑張らせてもらっています。前にも言ったが、家のことは気にすることはない。そちらの諸君は同僚の方々かな？ Hello. はい。 I think this is the first time we're seeing Mayor McDowell. He wasn't at the you know, he wasn't present during Cold Steel 3. はじめまして、クロスベル警察、ティオ・プラトンです。どうも、ランディ・オルランドス。うん、私の名前はヘンリー・マクダエルという。どうやら孫娘がいろいろと世話になっているようだね。いえ、そん世話になっているのは、まあ、Sudden realization. 確かにお嬢には報告書とかの書類作りでもだいぶ助けられちまってるよな。少しはランディさんも手伝うべきかと思いますが。充実した職場で何よりだ。 Yeah, Lloyd's doing some calculations there. しかし、たまにはご実家の方にも。すみません、その、せっかく自立したのに頼るのもどうかと思いまして。ですが、いいんだ、アーネスト君。Maybe there's a story here too? それだけエリーの決意も固いということだろう。 Why Ellie wanted independence? お前が選んだ道、公私混同はできないが、できるだけ協力させてもらうよ。はい、ありがとうございます。 Yeah, maybe you can help us. それでは行こうか。あ、次は商工会との会合だったな。 Business Owners Association、はい、Yeah, Lloyd's still doing calculations there.
やっぱりお嬢の実家ってものすごい金持ちなのか。Yep. There it is. Boydo san? Henry McDyle. この Crossbell 市の市長さんの名前じゃないか。Man, for a detective, it took you this long to connect the last names. Yeah, maybe it's just a coincidence, but you could have asked, you know. Nani? Honto desu ka? Yeah, you and your database. You didn't figure it out? The hell? Tashi ka ni database demo sou kiroku sareteita yo na. Yeah, I just facepalmed myself. Imamade kizukare nakatta no ga fushigi na kurai da to omou kedo. You're supposed to be a detective. What the hell? Yeah. Saisho ni myouji o kiita toki ni hikkakatte wa itan dakedo. Or maybe Mayor McDowell's really just a low-key politician, you know? Huh. なんだかいろいろあったからすっかり流してたっていうか。いや、でも確かに面目ないな。まあ別に気にすることないわ。祖父が何者であろうと、それより早くイリアさんたちに報告しましょう。Yeah, we can ask the mayor for help. 面目ないけれど、きちんと引き継ぎのことを伝えないと。ああ、ところでそのお嬢の爺様がなんでアルカンシェルに来てたんだ。あ、今回の新作は市の創立記念祭と合わせて公開されるそうだから、その関係の打ち合わせにいらっしゃったのかもしれないわね。Alright. So that's a revelation here, so let's save first and continue on. Hello. Oh, so maybe Risha's also on stage now? There it is. Damn. Oh? Minasan! Yeah, they kind of forgot that they have to deliver a bad news here. Chento shimashita. Kono mama tsumete ikeba, nakanaka no shin ni wa narisou yo ne. Risha, tsuki no hime no turn dakedo, honno sukoshi tame o tsukurimashou. Taiyou no hime mo sore o ukete, kyou o tsukareru engi o ireru kara. Hai. Sugoi desu ne. Hitotsu no butai o tsukuri ageru. Sore dake no tame ni koko made. Ma せっかくよくできるんならとことんやるのが筋ってもんでしょ。それよりも、もし、あ、はい、少々、え、うん、劇団長も呼んでくるから、こ、sure、いい、まさかそんな危険なやつが、yep、そんな、本当にそんな人がこの町に、へえ、面白いじゃない。東方神外に伝説と歌われた。うん、いいわね。舞台向きのキャラだわ。Well, Ilya's a professional, so... そうだ。第三幕の白装束のイメージに使えるんじゃないかしら。うん、そんなのんきなことを言ってる場合じゃないですよ。ヘイユエという勢力が、インという犯罪者を雇っているのは確かなようです。そのインがどうして、イリアさんに脅迫状を送ったのか。どうも。ただのいたずらであるという可能性は低くなってきたみたいです。その公演を中止するというのは Hell no. ありえないわね。たとえ劇場の爆破予告があったとしても。そうでしょ、劇団長。まあイリア君ほどではないにせよ、私たちは多かれ少なかれ舞台という魔物に見入られた人種だ。おそらくただの一人としてうちのアーティストたちが出場を辞退することはないだろう。私も新米ですけど、どう？やれやれ。素晴らしきは舞台の亡者たちか。となると、他の部署に警備などを引き継ぐ形になっても構わないと。まあ、正直鬱陶しいけど、捜査一課だっけ？どういう人なの？その担当者って。He's well, we only know Dudley, and he's an arrogant asshole. So,
見るからに有能そうというか、実際相当優秀だとは思います。捜査一課というのは警察でも名実ともにエリート集団ですから、あくまで目立たない形で完璧に警備するのではないかと。勘弁はお客さんもいることだし、安全には配慮するしかないかも。まあ我慢してくれたまえ、どうせ君のことだ。舞台に集中し始めたら。失礼ね、客には気を配ってるわよ。舞台は観客とも響き合うことで、劇団長がいつも言ってることじゃない。君の場合はとてもそう思えないんだがね。響き合うというより無理やり自分のリズムに引きずり込むというか、なんていうか、つくづく本当に舞台バカなんですね。あのそれじゃあロイドさんたちはこれで捜査の方は。ああ申し訳ないけど、まああとは一家が引き継ぐし、心配することはないと思うよ。そうですか。ねえ、まあ弟くんに担当してもらえないのはちょっと残念だけど。いろいろと調べてくれて感謝するわ。お礼にチケット全員分送るから、暇な時にでも見に来てちょうだい。うん、そうだね。記念祭中の分は無理だが、来月分のチケットでよければプレゼントさせてもらうよ。まあ、sure. 再来月分になるって諦めかけてたんだけどな。とっぱらです。What? エリー。What? その、いや、気にしないでよ。もともと警察の仕事なんてのは地道な無駄骨の繰り返しだしね。No, even Dudley acknowledged that you got good intel, so what the hell? そうそう、リー社長、俺たちのことは気にしないで、フレ公演、頑張ってくれよな。はい、ありがとうございます。フレ公演？なんだ、知らないのか？アルカンシェルは毎回、新作の本公演の前に一度だけお披露目の舞台をやるんだよな。Oh, maybe that's when Yin will strike. はい、国内外の関係者やマスコミの方々が招待されるんだそうです。公演を後押ししてくださっている偉い。そうなのか。ひょっとしてマクダエル市長も招待を。あ、はい、記念祭と合わせて今回の公演を後押ししてくださっているらしくて、今日もお忙しいところにわざわざ陣中見舞いに来てくださいました。そうですか。リーシャさん、プレ公演、リーシャさんなら初めてでもきっと。そうだな、練習を見る限り何の心配もいらなさそうだったし。おお、絶対にいい舞台になるって。すごく楽しみです。ありがとうございます。それでは私、皆さんありがとうございました。 Okay, that was well, I guess not all investigations will bear fruit, soAt least this game is realistic in that regard. 今日はもうだな。なんだか気がそうね。So no more second batch of requests. What? Are we supposed to head back now? What? Okay. So I don't think we can update anything, any of our equipment for now. So let's just save first and head back to the SSS HQ. 任せろ。Oh, we can't fast travel. Maybe something will happen here. Let's see. We're headed towards Central Square. What? How come I wasn't able to fast travel here? What the hell? There, I can't fast travel. Alright. Oh! There's like a cutscene here. Who's that? Who are you? Ernest? Ah, yokatta. Oh, okay. 本当にこの場所でいいのか迷っていた。アーネストさん、ひょっとして私を訪ねて来られたんですか？ああ、
事務所の用事のついでに訪ねさせてもらったよ。エリー、どうしたんだい？先ほどアルカンシェルを訪ねていたようだが、何か警察の仕事に問題でも？ いえ、その劇団の関係者からその報告に伺っただけなんです。本当はここに来ようかどうか、やはり来て正解だったようだな。What? 担当直入に言おう、エリー。警察を辞めて戻ってこないか。Cool。 おいおい、なんだ、この恋愛絡みではなさそうですけど。君にも考えがあって警察だが、そんな疲れた顔して子供のように迷った目をして、本当にそれは君が歩むべき道なのかい？それは今の政治状況に絶望を覚えているのもわかる。おそらく警察入りを志望したのもそのことが関係しているんだろう。 Maybe she could have just joined the bracers anyway. 少しは市長の苦労と気持ちを分かって差し上げてほしいんだ。 The hell? What the hell does the mayor have to do with Ellie wanting to be a police officer? 来月に記念祭を控え、市長は今、記念祭の後は予算をめぐって帝国派と共和国派双方とやり合わなくてはならない。そして半年後には市長選。市長は引退されるおつもりだが、工事を託せそうな候補者もおらず、君がそばにいてくれたらどれほど市長も心強いことか。すまない。だが、どうしても見過ごすわけにはいかなかった。市長を尊敬する者として、昔、アーネストさん、もちろん君の道は君が決めるものではあるが。 Yeah, after you laid down those guilt trips. Shut up, Ernest. 本当にそれが正しいのか、今一度少し考えさせてください。みんな少し疲れたから。ああ OK。 君たちいきなりすまなかったね。いえ、いろいろと事情が終わりのようですし。まあ、あんまりお嬢のことをいじめないでやってくれよ。ですね。私たちからエリーさんを奪おうとしているみたいですし。別にそんなつもりはなかったんだが。Yeah, not your intention, but that's gonna be the net result. So, doesn't really matter what your intention is. ただ君たちは彼女がもともと政治家志望なのは知っているかい？ Politician, all right.おいおい、そうなのかよ。確かに政治や経済のことにとても詳しいみたいでしたが。ああ、市長の後継者としていずれ政治の道を志すべくいろいろと勉強してきたんだ。 I was gonna ask if the mayor here in Crossbelt's the same in Liberal, wherein, you know, it's hereditary or I don't know, for life. ThatErnest did mention an election coming up, so... そのために各国に留学して、深い教養と国際的な政治感覚を養っていたはずだ。去年、帰国したと思ったらいきなり警察入りを志望してね。 Now I'm curious, why the CPD? そうだったんですか。知りませんでした。まあ、なんでこんなセレブなお嬢様が警察にとは思ったけどな。できれば彼女が結論を出すまでこのまま続けたとしても、あんな風に迷いを抱えたままでは。もうこんな時間か。 Yeah, I've been traumatized by bells here in the Trails game. お騒がせをしてしまった。な、はい。 Alright. Maybe you're Yin. ああ、濃いイベントがてんこ盛りだったもんな。なんつうか。そうだな。課長に報告をしたら、俺たちも早めに上がろう。Okay, so we only have one batch of non-required missions. What up, Zite? ま、事情は大体わかったぜ。それで、このまま泣き寝入りすんのか？ Of course not. 泣き寝入りって、一家が出張ってきたのに、俺たちの立場で食い下がれるものなんですか。まあ無理だろうな。大方あの狐あたりがしゃしゃり出てきて。ですよね。なら一家の手伝いを申し出るのはどうでしょうか。いや、
あのメガネスーツ野郎の態度を見る限り難しいんじゃねえか。ああ多分な。警察の縄張り意識ってのは結構厄介なもんだ特に一家はエリートだから、お前らみたいなガキの手伝いなんざ断固拒否してくるだろうぜ。ああ、Dudley wasn't mentioned or shown during Crossbell's event in Gold Steel 3, right? Yeah, so much for them being elites. ただし、黙ってやる分には話が別だ。ね。この特務支援課はある意味規格外の部署だ。Yeah, as cool as it sounds, well, for me, it's a bit, I guess, counterproductive and inefficient. We'll see how this plays out. 本部からはぶられてはいるが、それは逆にある程度の裁量が任されているとも解釈できる。Yep. それこそ黙ってやる分には他の部署の縄張りを踏み越えられるくらいにはな。あ、おいおい、そんなこと言っていいのかよ。とんだ不良上司ですね。俺は基本的には手を貸さねえが、尻拭いだけはしてやるってな。腹をくくって動くのは、まあそうは言ってもその調子じゃ無理だろうがな。何せ仲間うちに迷ってるやつがいるくらいだ。チーム一丸となって腹をくくれる状態じゃねえだろう。それはまあ、お嬢があの調子だとどうにも調子が出ねえよな。なんかこうピリッと引き締まらねえっていうか。確かに今日一日エリーさん。What up, Zeit? Okay, he doesn't care. Hello, and thank you for making it this far in the video. If you liked it, hit that like button, and to be updated with future content, hit subscribe and the notification bell. Links to my social media are in the description down below, and if you fancy some more videos, you can check out this playlist. Thank you so much for watching, and I will see you in the continuation of this video series.